どうも、ナオコです。皆様こんにちは。今日はここからロバちゃんと一緒にお送りします。ということで、はい、男さん、はい、あなた本当に野菜の気持ちは分かってるんだね。はい、じゃあそれを二人で対決してみましょうよ。はい、どうやってですか？野菜って日の光めっちゃ浴びてんじゃないですか？うん、聞いてこっち喋んない。喋、はい、るか。日の光めちゃくちゃ浴びるんですよ。だから僕たちも日の光を、うん、はい、この虫眼鏡で僕たちの皮膚に当てて光を吸収して熱い熱いってなるんですけど、それをどっちが耐えれるんですかって話。うん、ということは、うん、まとめると虫眼鏡で集めた光を熱いってなるじゃないですか。それをどっちが我慢できるのって話。我慢できた人が野菜の気持ち分かってるんじゃないですかっていう話。はい、でっていうことでやってみましょう。それでは虫眼鏡熱々対決スタート。はい、それでは男さんの番です。まずこうやって光は黒を吸収しますんでね。あ、これ場所にもよりますからね。そこにするんですね、手の甲。あ、かわいい。笑って。これがでは行きます。大丈夫ですか？危ないですか？あ、目は絶対危ないですからね、皆様。では行きますよ。男さんはここで光を吸収して、よーい、ちょっと怖っ、スタート。あっつ、ちゃんと光集めてください。あ、めちゃくちゃ集めてる。そう、めちゃくちゃ集めてる。めちゃくちゃ集めてるよ。太陽の力を感じる。あ、ちゃちゃ、10秒経過。熱っ。何これ。あ、浴びてます。あ、でも耐えれる。全然ね、耐えれますか？もっと一点集中してください。一点集中。そう。あ、はい、やっば。やばいわ。まあかれこれ20秒焦げました。ちょっと薄くなってんだけど。いや、薄くなったのは違くない？薄くなるんですか？太陽。結果20秒です。もっと浴びてますよ、野菜は。ソーラーパネルとかね。僕のを見ててください、真の農家を。無理ですね、絶対。はい、続いて、はい、直子です。どこにいるんですか？男さん、手なんてそんな野菜の気持ちわからないです。僕は顔です。顔？はい、ここに。危ないな。なってます？全然。油でつかないですかね？油でつかない？バッチリです。はい、バッチリなんだ。そこに行けばいいんですね。はい、ここでお願いします。はい、はい、じゃあ私、ちょっと待ってください。ちょっと怖かった。ちょっとなんか怖い。じゃあお願いします、はい、日も沈みそうなんで。あ、目だけ気をつけてくださいよ。はい、全然余裕です。野菜もね、やっぱ日の光を。あっち。あ、びっくりした。びっくりした。あ、待ってよ。マジであっち。ジュッていく。ジュは引きすぎだけど、超熱い。何これ。びっくりしちゃった。めちゃくちゃ熱い。はい、もう一回。いや、もういいです。こんな熱い思いしたくないです、私。皆様、はい、野菜はこうやって光を浴びてます。だからこそ絶対に野菜をですね、野菜を怖い味わって食べてください、はい、野菜はこんな熱い思いしてます、はい、熱い思いして食べてるんで、皆様の食卓にちゃんと野菜を味わって、皆様これからも食べていきましょう。同じとこ。どうぞ。なんて言いました？聞いてません。すみません。味わって野菜を食べてください。はい、それでは皆様、バイバイキーン。危ない、集まってる。